下アツがスタジオリバーサイドからお送りします。今日は、Bluetooth スピーカーの、使いこなしに関して考えてみましょう。こういった、あらら、Bluetooth のスピーカーよくお持ちですよね。あとヘッドホンで、Bluetooth のヘッドホン、これも原理としては一緒です。さあ、ここで何をするか、iPhone やね、Android、まあ、特に iPhone ですかね。 iPhone の機内モード、って思われる方いらっしゃると思うんですけど、これがですね、機内モードで音質アップします。以前はね、機内モードにすると Wi-Fi も Bluetooth も完全にオフされて、それはされませんでしたか。2014年9月に施行された航空法の改正により、2018年にはね、モバイル回線をオフにすればそれをもって機内モードとする、これはいわゆるね、 4G 回線の有害性を認めていることになりますね。モバイル回線は必要な時だけ使いましょう、そういうことです。これで何が変わるかというと、機内モードを使用することにより無駄な電波を自分が出さなくなります。当然ね、自宅にいるスペースですと、Bluetooth に対して自分もモバイル回線をやり取りしていたわけです。実際に使わなくても出していたわけです。この機器がね、どうしても出すわけですよ。バックグラウンドで電波のやり取りをするわけですね。そのことが一切行われなくなるので、驚くほどで音質がクリアになります。先ほど多くの方が反応したんですが、キーンとかブーンとかいうふうに人間の耳には聞こえます。それは聞こえ方の違いは人によって違います。これはもう耳の構造上しょうがないんです。耳が反応するのではなく、実際には脳が反応し